神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします。サッカーの元日本代表で J2 横浜 FC の中村俊輔選手が今シーズン限りで現役を引退することが分かりました。 代名詞のフリーキックと類稀なパスセンスを武器に国内外を渡り歩き日本代表では2006年のドイツ2010年の南アフリカと2大会連続でワールドカップを経験しました今後は指導者への転身に興味を示しています東急バスと総鉄バス長野県の上田バスの3社は11月1日に横浜エリアと軽井沢 草津温泉を結ぶ直通高速乗り合いバスの運行を開始します。横浜からの直通は初めてといい、東急と相鉄によるバスの共同運行も初となります。17日から予約を開始しました。新型コロナウイルス感染症をめぐり、神奈川県内で17日、4人の死亡と、0歳から90歳以上の1022人の感染が新たに確認されました。 死亡した人のうち川崎市川崎区に住む90代の女性は2日に陽性が判明し自宅療養していました12日に体調が悪化し市内の病院に入院しましたが14日に死亡しました高血圧脳出血などの基礎疾患がありワクチンは4回接種済みでした